皆さんこんこにちは。システムエンジニア入門です。す。いいつもごご視聴ありがとうございます以前おすすめのパソコンを紹介する動画を公開した時パソコンの買い時はいつですかというコメントをいただきましたボーナスなどのキャンペーンの時がおすすめですよと回答させていただいたのですが今回は少し掘り下げて過去の DEL のキャンペーンのデータをもとに 今年のキャンペーンの時期を予想したいと思います。予想を発表する前に、デルのパソコンを安く買う方法について簡単に説明させていただきます。まず、デルのパソコンを安く買うには、デルのサイトでネット注文する方法がおすすめで、一番割引率が高くなります。割引クーポンは、デルのホームページの今週のお買い得から、クーポン、キャンペーン情報、 個人のお客様から確認することができます。こちらがお買い得、クーポン、キャンペーン、お役立ち情報のページです。この動画公開時には17%オフのクーポンが公開されています。対象製品はこちらで、クーポンコードはこのようになっています。他にもモニターも割引クーポンが公開されています。 また、下の方に行くと、学生や教職員の方向けの学割プログラムもあります。ちょっと見てみると、最大19%の割引が受けられます。該当する方は、ぜひご覧いただきたいと思います。ちなみに、この割引クーポン、対象の製品を選んだ後、注文を確定する前に、クーポンコードを入力する欄がありますから、忘れずに入力しましょう。 クーポンコードは先ほどのキャンペーンのページ以外に注文画面でもこちらに表示されています。割引クーポンの情報と割引クーポンの使い方はこのくらいにしてキャンペーンの予想についてお話ししていきます。ルではほとんど常時割引クーポンを出しています。ただし1週間か2週間程度で割引率や対象商品が変わります。 割引率は15%から17、18%が多いのですが、月に一度くらい20%オフの時があります。例えば、税抜き7万五千円のパソコン、17%オフの場合、税込みで6万8475円になります。これが20%オフだと、税込み6万六千円、約2500円くらい変わってきます。 たった3%とはいえ安く買えるなら安く買いたいですよねではおととしと去年の5月から7月20%オフのクーポンが出たのはいつか見ていきましょうまず5月ですカレンダーの赤い丸は20%オフクーポンが出た日と終わった日を表しておりピンクの期間が20%オフの期間になりますゴールデンウィークと5月下旬に20%オフ オフのクーポンを出していますここから今年を予想すると5月25日から31日までの間20%オフのクーポンが出るのではないかと予想しますパソコンの購入を検討されている方はこの期間に「出るのサイトをチェックしてみてください6月も見てみます6月も下旬に1週間20%オフクーポンが出ていました 今年も同じようなタイミング、22日から28日になるのではないでしょうか。最後、7月です。おととしは2週目から3週目、去年は3週目から4週目にかけて20%オフクーポンが出ています。今年は2週目から4週目にかけてチェックしたいと思います。6月下旬にかけては半年に一度の在庫処分もあるので、安く買いたい方の狙い時と言えると思います。 この動画を参考にしていただき、少しでも安く購入していただければと思います。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画、参考になったと感じていただけましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。